こんにちは、タツルです。僕の動画を再生していただきありがとうございます。今回のテーマはこちらです。はい、ね、皆さんご存知のね、大人気なハリウッドスターであるミスタートーム・クルーズですが、あのね、彼はね、親日派としてね、知られていて、あの19年6月現在、もう23回もね、来日しております。まあね、そんなね、映画の中のね、トムをよく吹き替えをしている声優の森川智之氏によりますと、あのイベントでね、共演した際に、もう演技だけでなく、ファンサービスでもね、世界一だと思ったことがあるそうで、もう彼はね、インタビューで次のように語っています。炎天下のイベントでも2時間以上レッドカーペットでファンと交流していた。僕が汗をかかないのと心配したら、彼はかかないように訓練しているって、撮影前からいろんなことを徹底しているんですよ、というね、鉄人エピソードを披露しました。すごいですよね。あの炎天下でね、もう映画約1本分のね、その時間をもう神対応するとは素晴らしいんですけども、まあ、ある意味ね、このドキュメントはどんな映画よりも美しいかもしれないですね。うん、あの本当に作り込まれたものではなく、もう自然とそうしたんだと思うんですよね。うん、ちなみにこのイベントっていうのが、その15年8月に新宿歌舞伎町でね、行われたミッションインポッシブルローグネーションというね、あの、まあ、人気シリーズのと、まあ、当時の最新作のジャパンプレミアムでの出来事で、このイベントは決して大いなる陰謀ではなく、悪いことにコラテラル巻き添えを食らったわけでもなく、素敵なイベントで、やっぱり現実のトムはアウトローではなくラストサムライの魂で神対応したのだ。以上、トム・クルーズの神対応の話でした。ありがとうございました。